はい、では、どこよりも遅い有馬記念予想ということで、こちら僕自身のターゲット上の画面なんで、予想コメントを書いているので、そちらを読んでいただけるといいかなと思いますが、やはり、人気通りといいますか、本命はクロノジェネシスでいいと思っています。やはりですね、今の、中山競馬場の時計が非常にかかるというところで、こちらちょっと僕のツイートも添付しておきたいと思いますが、このようにですね、非常に時計がかかっていて、そういった時計のかかる馬場に強いというのはクロノジェネシスは宝塚記念で証明しているように、もちろん血統も馬後ですから、何の不安もなく買えるかなと。で、圧勝まで期待しています。で、次はカレンブーケドールでいいかなと思いますね。積極的に押しづらいですけど、やはりこういった持続力のあるタイプなので、こう時計のかかる馬場自体も大丈夫だと思いますが、やはり京都記念でクロノジェネシスにですね、重馬場で負けているように、ここは明らかに力では1枚落ちるというところで、2、3着ならカレンブーケドールが硬いかなと。ただこういった形で持続力を生かしたいタイプにですね、池添騎手っていうのはイメージ的には合わないので、結局ね、回答としては、津村騎手と同じような乗り方になるしかないのかなと思っているので、正直あんまり鞍上の乗り換わりっていうことについてはプラスとは捉えていません。でも次はほぼ相手っていう感じであまり優劣つけれないんですが、やはり面白いのはちょっとサラキアかなと思ってますね。この馬っていうのは馬群に包まれると直線で伸びないという馬で、たまにそういう馬って言いますけど、ここ3戦のレースすべて見ていただけると分かりますが、直線は全部馬群の外なんですね。で、今回も14番枠なので、必然的に直線は外になると思うので、この馬の力は発揮できると思いますし、金層の充実ぶりを見ると全然ここで来ても驚けないですし、時計のかかる馬場への適性ももうすでに示しているので、ここ結構ディープサンク来ないんですけど、この馬ちょっと、典型的なディープサンクとは違うので、ディープサンクが不利な馬場とはいえ、これだけ人気もなければ、紐としては拾いたいかなと。ワールドプレミアなんかは、やはり候補待機が確実なんで、そこまで時計のかかる馬場が得意でもないと思うので、あくまで3着候補ぐらいですね。で、あとは奇跡も乗り方一つでいろいろチャンスあると思いますし、時計のかかる競馬っていうのは宝塚でも得意ですし、基本的に12秒台のラップをずっと刻み続ける力に秀でてる馬だと思うので、そういった意味では前走みたいに前半にですね、あまりスピードを出しすぎちゃうとそういった持ち味生きないので、今回バグも変えてくるということで、さすがに、バビットが先に行けば奇跡はそれに見る形で2番手で収まれそうだと思うので、この馬のですね、力が見れるかなと、出せる状況は整ったかなと思うので、奇跡もやっぱり拾っておくべき馬かなと思っていますね。あとは拾っておくところとしては、ブラストワンピースとオーソリティでしょうかね。ブラストワンピースは基本的には来ないと思いますが、こういった馬場合いますし、元からですね、1着かそれ以外という馬なので、何と言いますか、何かがハマった時にうまくいく可能性はありますし、別に衰えた馬ではなくて、あまりにも馬格がでかくて瞬時に動けないタイプの馬なんで、こう自分が構想できるレンジが非常にピンポイントで絞られていて、時計のかかる馬場でかつ揉まれない展開、そして馬群が広がるような展開、こういったですね、特殊なケースにおいてこそ力が発揮できるブラストワンピースなので、内枠は不利ですけど、この馬にとっては内枠は良くないと思うんですが、何かがうまくいけば上位に来れるだけの素質、そして条件適性っていうのはあると思うので拾っておきたいと思います。あとはオーソリティはですね、この馬ちょっとまだ特徴がつかみきれていない部分もありますし、特徴を見せきっていない部分もあるので、こういった未知数の馬については切るというよりかは拾っていくというスタイルの方がいいかなと思うので、基本的にこのオーソリティのですね、配合から考えれば時計がかかる馬場っていうのは当然得意だと思いますし、ここが結局お母さんがエピファネイアみたいなもんですよね。エピファネイア×オルフェーブルという構成なので、時計がかかってくるのは全然歓迎かなと。ただこれまでの競馬は比較的上がり勝負に徹しているところがあるので、この時計のかかる展開でっていうのはやはりまだちょっと未知数な部分はありますね。こんな感じで、僕の予想、こんな時間に日曜日のこんなお昼に上げていますので、どれぐらいの人が見るか分かりませんが、ひとまず、記録として残しておきたいかなと思いますね。やはり人気どころではラッキーライラックはピッチ加速型が、ピッチ走法で一瞬時の加速が得意な馬なので、スロー戦でいつも成績を残しているので、
仮にペースが、スローペースになったとしてもこの上がりのかかる馬場は良くない馬だと思うので、ラッキーライラックはちょっと消したいかなと。まあ、先ほどから言ってるようにディープサンクというところでやはりフィエルマン典型的なディープサンクなので、まあ、今の馬場最もきついこの馬にとっては、逆境だと思うので、まあ、ここは、バッサリとですね3着以内にも来ないという予想でいきたいと思っていて、まあ、買い目としてはまあどんな感じですかね。まあ、やはり3連プックでいいのかなと思っていますね。人気馬を切っているというところから、3連プックにした方がうまみがあるのかなと、まあ、こういった買い目ですかね。まあ、あまりつかないですけど、まあ、ここはもう最後当てることが大事ということで、まあ、あるいはカレンブーケドールを軸にしなくてもいいかもしれないかなと、15点ぐらいで、まあ、こういった勝負で僕は行こうかなと思っています。